そう、 iPhone16 にしたから当然ね、機能がいいわけじゃないですか、最新だから。でも何が変わったって結構いろんな人に聞かれるんだけど、実際よくわからなくて、私も全然使いこなせてないの、まだ。ボタンがね、まずすごいいっぱいあるの。1、2、3、5個もあって、よくわかんない。こんなになくてもいいのにって思うんだけど、きっとなんかがいいんだろうね。でも私はちょっとよくわからない。何にも使いこなせてないです。なんかね、なぜか私の iPhone、こう電源ボタンを押しても画面が一向に暗くならなくて、ずっと画面がつき続けてるの。これどうしたらいいんだろうと思って。なんかただ、その設定で画面がこうずっとオンになるっていうのが、なんか、こうそういう設定になってたみたいで。でも私そんなのわかんないし、知らないから、なんか、もう一向にそれができなくて、で、それで1、2時間ぐらいロスしました、時間を。よくわからない。私のせいじゃない。iPhone が悪い。しかもね、フィルムもね、うまく貼れなかったの。誰でも綺麗に貼れるフィルムってやつなの。あ、今はね、すごい綺麗なんですよ。綺麗。なぜかって、私のお父さんが貼り直したから。いや、私ね、全然なんか綺麗に貼れなくて、基本入りまくっちゃったの。だけど、あーもういいかな、もうこれでって思ったんだけど、いや、良くないでしょって言われて、お父さんが必死にこうやってゴシ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 ってやってて、そしたら綺麗になってた気がついたら。難しい。ああいうのできない。